どうも、いこいです。今回は、モーニング娘22と、ジュースジュースの新メンバーを予想していきたいと思います。研修生からの昇格予想の前に、今回のオーディションの目的と合格者の人数を考察していきます。娘は実に3年ぶり。ジュースは昨年のオーデから1年も経っていません。これは当初、 娘のみで開催する予定だったところ、ジュースで想定外の卒業があり、昨年の合同オーディションの成功も踏まえて、急遽今回も合同にしたのではないでしょうか。つまり増員は、娘メインで行われ、ジュースは少人数の可能性が高いです。今の人数は娘が12人、ジュースが8人、過去の最多人数も考慮し、娘は3人、ジュースは1人で予想します。 では、前置きはここまでにして、昇格者の予想です。あくまで個人的な予想になりますので、ご了承いただけますと幸いです。まずは、モーニング娘。トゥトゥ、小野田かりんちゃん。研修生発表会も拝見しましたが、自信たっぷりにパフォーマンスする姿を見て、デビューが近いのかなと感じました。無限クライマックスを一人で歌い切る姿はお見事で、全体的な安定感も素晴らしいです。 オーディション組とのまとめ役としても適任かなと思い、娘はカリンちゃんと一般から2名で予想をさせていただきました。また、オーデからは中学生を増員し、グループ全体の若返りを図るのではと予想をしています。続いて、ジュースジュース。 川島美夫ちゃん、一人加入で予想します。個人的には娘かなと思いましたが、あえて逆にするのがこの事務所。パフォーマンスにとにかく花があり、優しく綺麗な歌声と元気いっぱいな姿は今のジュースにもマッチするはず。また、県人や遺跡が多いジュースではありますが、 一かしよりも後輩という点も考慮して、今回はミップルで予想させていただきました。最後にはなりますが、今回のオーデ格者発表後、研修生内で新たなユニットができると予想しています。まず、4、5名で選抜され、1年後に増員し、2024年にメジャーデビュー。また、今回のオーディション後、大幅に研修生が増員されると思っています。前回のオーデ後は9名が合流。花の30期として、 黄金時代を築きつつあります。研修生全体のことを考えても、お茶の間に次ぐ新ユニット構想は現実味がかなり高いのではないでしょうか。いかがあったでしょうか。ちなみに前回前々回の予想がこちら。結構外れてますね。正直今の研修生はチーム感がとても強く、予想動画を出すかかなり迷いました。研修生全員希望しかないですし、仮に今回選ばれなくてもまだまだチャンスはあります。 本当に一人でも多くの研修生がデビューしてほしいなと強く思います。皆さんのオーディションの予想についてもコメント欄で教えていただけると嬉しいです。では、ここまでご視聴いただきありがとうございました。今後もこういった動画を投稿していきますので、良ければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。では、バイビー。